はい、佐竹哲也、2012年7月1日のボールの抜き方です。7月20日、1日、日曜日のボールの抜き方ね、てっちゃん。はい、もう一回取りたい。動いてる？いや動いてる？うん、そうだね。膝から下で蹴れてるかな、てっちゃん。なんかすげえ、膝が動いてる気がする。膝が動いてるかな。前後にだけじゃなくて横にも動いてる。動きだが、もうてっちゃん無駄な動きがありすぎじゃないか、そりゃ。あ、今のは、あ、ちょっと良くない。無駄な動きが多いよ、てっちゃん。最小限の動作で最大限のスピードでボールを蹴れないとダメだよ、てっちゃん。ミンマックス、ミンマックス、ミンマックスだ、ミンマックス。ミンは最小、マックスは最大。経学の基本だよ、ミマックス、ミマックス。最小限の正、ん？最小限のインで最大限のアウトをね。ね、ハトちゃん。そうですね。そうだよ。ほい。基本を、基本を思い出して。てっちゃん横から、横から見るとてっちゃんの蹴り方はこうです。てっちゃん膝から下意識してる？膝がすげえ、すごい。膝が、膝から下が後ろに引いてない。そう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 、そう違う、あ、そう、そのままに。てっちゃん膝こて、膝こて、膝こて、てっちゃん膝こて、膝こて、膝こて、膝こて。この辺が安全だからね。違う。てっちゃん、はい、じゃあてっちゃん終わり。